皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。これからお送りするのが私の無料セミナーであります。今日自直言をお読みになった方、直言にも書きましたけども、直言が出た後、無料の放送をいたしますというふうに書いてありますので、それでまあ今お話をしているところであります。直言を読んでらっしゃらない方もいるかもしれませんので、どんなことを直言に書いたかと大雑把に話しますと、前々からというのは2013年、9月8日でしたかね、オリンピックが東京で開催されるということが決まったわけですが、その後からですね、私がしつこくというか、よく言ってることがありまして、2つのことをですね、1つはオリンピックはないと、2020年にオリンピックはないということ、もう1つはですね、2020年に安倍首相が主張している憲法改正はないと、この2つのことは絶対ないということを、くどくどと述べてきたわけであります。で、安倍首相のその憲法改正はないという話は、今ちょっとさておきまして、オリンピックがないという話なんですが、これはですね、2020年という年に関係があるんですよ。例えばですね、安倍内閣もそうですが、古くはですね、小泉内閣の時からですね、2020年という言葉をしきりに使いましてね、2020年にはこのプライマリーバランスを均衡させる、つまりゼロにすると、つまり、歳入と歳出がですね、ゼロになると、必ず そうすると言うんですね。なぜそういうことを言うかと、日本の財政が悪化してまして、日本の負債はですね、 GDP 比 240% という、天文学的なですね、負債を抱えていて、これが増え続けてるわけですから、これにストップをかけないとですね、日本は財政破綻すると、これは足し算の分かる人だったら誰でもうなずけることだと思いますね。ですから、それを改善しなきゃいけないということで、プライマリーバランス2020年均衡という言葉が出てきたわけであります。それからまだいろいろ2020年はのことはたくさんありまして、黒田日銀総裁もですね、2013年4月の4日でしたかね、異次元金融緩和という聞いたことのないような言葉を作られまして、これからですね、デフレに向かっている日本をですね、インフレ率 2%、 物価上昇率 2% をターゲットしてやっていくんだということで、金融緩和、量的質的緩和が始まったわけですが、なかなか達成できなくて、でそして、任期が来てお辞めになることになったんですが、またもう一度やるということになりまして、話を聞いてるとですね、2020年を一つの目処としてですね、この目標である、ターゲットである物価上昇率 2% に向かっていくんだって、ここもですね、また2020年という言葉を使うんですね。日本だけではなくてですね、もう世界中、アメリカもですね、ヨーロッパもアジアもですね、どういうわけだか、みんな誰に釣られたのか知りませんが、2020年にはっていうですね、掛け声が世界中で、この、広まったと、みんな世界の指導者がですね、2020年にこうする、ああするということがですね、ずっと続いてきたわけなんですよ。でそれで、私はもうそのオリンピックになった時からですね、こんなのはないと言ってますし、安倍首相が憲法改正2020年、こんなものもありえないと言いますし、プライマリーバランスが2020年に均衡するなんて、そんなものは空想に過ぎないというふうに思ってるわけで、じゃあこんな状況でですね、2020年になったらどうなんだというふうに考えれば、誰でもわかるんじゃないですか。今まで言ってきたことがですね、全部叶えられない、理想としてきたことが全部空想だということがわかればですね、当然市場からは金が飛び出し
金が逃げ出してくるし、そして投資なんかするわけないし、消費もみんなあもうこれは大変だっていうんでしなくなるし、それから人のことどころじゃない、自分の方が大事だと、人のことなんて構ってられないと、まあ、そういうその世の中になってきたとみんな思いますから、あみんなこうアメリカファースト、ジャパンファースト、中国ファースト、ヨーロッパファースト、アジアファーストと、みんな自分のことしか考えなくなってくるんですよ。もうこういうふうな流れになると人間も動物も同じでですね、そんなよそへ飛び出していくとかいうことじゃなくて、うちにこもってですね、守りに入ってくるわけですよ。守りに入ってきて金使わなくなったらですね、株式市場が暴落するのは当たり前なんですよ。ただその暴落する暴落すると言いながら、毎年毎年ですね、2018年、2019年、そして2000年の1月までですね、株価は年初来の高値、史上最高値というものをですね、どんどんクリアして、そして市場では一体いつになったら調整が入るんだろうかという、まあ、声も上がってきたんですが、心配すればするほど株価が上がるというこういう状況で、トランプ大統領もですね、手がつけられなくて、あっけに取られていたんじゃないかと思うんですね。ちょうどそういう時にですね、トランプ大統領にとってはおあつらい向きなんですが、コロナウイルスが発生したということでですね、まあ大したことはないんですけどね、去年おととしのインフルエンザに比べるとですね、数の上においても大したことないんですよ。去年のインフルエンザ、2019年のインフルエンザの死者はですね、死者の数は3325名なんですよ。でその前がですね、2569名なんですよ。だからまあ今のコロナウイルスはですね、去年の12月からずっと続いてるわけですが、今この3月になってですね、まあ3ヶ月4ヶ月経って、やっとインフルエンザ並みのところまで来たということで、まあインフルエンザで別に世界で何の対策もしませんでしたし、皆さん大相撲に行ったり、それからサッカーの試合見に行ったりして、大入り満員で、どこもかしこも大入り満員で、いろんな国際的イベント、いろんなものが開かれましたけども、大入り満員で、渡航禁止なんてそういう発想すらなかったですよね。しかし考えてみればですね、今のコロナウイルスとこのインフルエンザ、2019年18年のインフルエンザと比較すると同じことなんですよ。だから死者の数も同じですしね、それから感染の速度、感染の範囲というのも全く同じですよね。だからここでですね、この考えなきゃいけないことは、なんで、コロナウイルスで世界は俺のような騒ぎになるかと、こういうことなんですよ。でこのことについて、G 直言で、それはトランプ大統領のこの指針にあるんだと、なんでトランプ大統領が生まれたのか、そこにたどり着くんだと、トランプ大統領は今までの世界の秩序を全部ぶっ壊して、そして金融システムもぶっ壊して、新しい時代に即したこの世界秩序と金融システム、経済システムというものを作らなきゃいかんというためにですね、ぶっ壊し屋として大統領になってるわけですからね。だから新しい秩序を作るその前にですね、今の現在の秩序システムをぶっ壊すというのがトランプ大統領の使命なんですよ。ですから彼はそのためにですね、表向きはいろんなことを言いますけども、裏ではですね、本当のところではぶっ壊しに専念してるわけですよ。ところがですね、まあいろいろ保守勢力もありますし、それから株式市場もですね、調整し暴落しなきゃいけないのにですね、全く暴落しないで、逆にですね、どん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 株価が上がりっぱなしで下がらないと、まあこういうことでトランプ大統領は困り果てていたわけですよ。そこにこのウイルス問題が発生してですね、あっという間に株式市場は大暴落、それから新しい秩序の中でですね、このバックボーンとなる思想ですね、今は民主主義が思想ですが、これから新しい秩序の下ではバックボーンとなる思想はナショナリズムなんですよ。まさにトランプがアメリカファーストというようにですね、ナショナリズムが次のバックボーンとなる思想なんですよ。
ね、で今度はこのコロナウイルスが起こったためにですね、国と国との間の行き来はなくなるわ、もうみんな自分たちの国のことだけしか考えてはいけないというふうになってですね、まさにナショナリズムの方向にですね誘導されてきてるわけですよ。だからこれはなかなか世界の思想をですね変えてしまうということはトランプ大統領にとっても大変な難しい問題だったんですが、コロナウイルスのおかげでですね、みんなドアを閉めて、自宅にこもってですね、自分たちだけのことを考えましょうというふうにこれ、みんな考えざるを得なくなってきたんですね。まさにナショナリズムの根がですね、しっかりとこの地面に根を下ろしたというこういう状況に、誰がそういうふうにしてくれたのか、コロナウイルスですよ。だからトランプ大統領にとってコロナウイルスは神風だというふうに、まあ私が言っているわけなんですよ。で、そこでですね、今日お話しするのは時事直言で、この2020年について話すと書いてるわけですよ。というのはですね、なんで2020年が、今年がですね、そういう転換期になり、またスクラップの時代になりですね、どんでん返しの年になるのかということなんですよ。それはみんな2020年みんなっていうのは世界中の指導者、安倍首相をはじめ、世界の指導者がみんなですね、2020年にはこうする、2020年にはこうなります、2020年には憲法を改正します、2020年にはプライマリーバランスを均衡させますと。プライマリーバランスっていうのは歳入と歳出ですね、それを足したらゼロになるように均衡を2020年にしますと、ね、そして2020年にはこのインフレ目標である物価 2% をですね、2020年にはなんとか達成します。これは黒田日銀総裁が言ってるわけですよ。みんな2020、まだまだ他に数えたらキリがないぐらいですね、2020年ああしますこうしますっていうのはもう世界中いっぱいあるわけですよ。で、今2020年になってきたわけですよ。なんか言ってきたことで実行されてることありますか、あるいは実行できる可能性のあるものがありますか。ゼロですよ、ないですよね。プライマリーバランスをの均衡させると、そんなことは空想に近い話ですよ。そして物価上昇率を 2% にする、これも空想ですよ。それから憲法改正2020年、これも空想ですよ。全部空想ですよ。こういうふうになってくると、人間は何だと、こんなあれをやるこれをやるって人を喜ばしておいて、いざその場になったらできませんと、残念でございましたと、こんな世の中付き合ってらんないと、株式市場であろうと何で売りだ売りだ、何も信用できない、で金は全部引き上げろと、外国に置いてる金は全部引き上げろ、株式市場に入ってる金は全部引き上げろ、こうなりませんかね。そうなるんですよ。だから私は前々から2020年にそんなこと言ったってなりっこないんだから、2020年になったら大暴落になりますよと、大不況になりますよと、こう言ってきたわけですよ。で、大不況になって大暴落になってきたそんなさなかでオリンピックなんかできるんですかと、第一人が日本に来るんですかと、日本はもう大混乱で大暴落でね、人間がそんなオリンピックなんてやってる場合じゃないだろうと、安倍さん何考えてんだというふうになってるところに世界から尾っぽ振ってきますかって、こんなことはですね、もう何年も前から分かってるわけですよ。だからオリンピックはない、憲法改正はない、ね、で日本は大不況に陥って、やがては戦争をしなきゃならないところに追い込まれていくんではないですかということをですね、まあ何度私申し上げましたかね、まあ言ってるわけですよ。でもまあ私はいつも悪い癖は少し先を言いすぎるんですね。まあ明日のことを言えばいいんですけども、ちょっと5、6年先のことを言うんでね、ちょっと先をのことを言いすぎるんですが、まあやっと私の言った通りですね、2020年が来てここでオリンピックはないということになったわけですから、まあ言ってきたことのほんの一つぐらいですね、その通りになったんだと、まあ皆さん思っておいていただけばいいと思いますね。まあ今日はこんなところでお話は終わりにしておきます。